チャオー、あっちゃんです。今日10月28日金曜日、あっちゃんちのおや2個目のおやつ、この前ね、ハルカス行ってきて買ってきた、何やろこれ、チョコレート餅ねんけど、お父ちゃんちにね同じぐらいのやつでね、なんかおまんじゅう買ってきたんね。でそれとね、半分こして、半分こって言うんだよね。だからチョコ餅が、ね、入ってて、おまんじゅうがねとか入ってて、ね、こんな交換してきたんね。お父ちゃん家にチョコ餅を持っていったら、5個渡したら、ね、いらんって言って、うん、お母ちゃんと2個ずつ食べる、チョコも2個ずつ食べるから、うん、入れといて、そう置いといてでこんだけ持って、あっちゃん家3人やからね、3個ずつと、でこれは誰か1個、またじゃんけんかな、半分こかな、うん、そんな感じで食べたいと思います。はい、あれどこ切った、これ、こんな感じです。チョコ餅、手がね、ここはパウダーで真っ黒けんなんだけどね、こんな感じです。はい、では食べたいと思います。うん、でもね、お餅に外にココアパウダーやけど、中にちょっとだけチョコレートが入ってるね。うん、うん、もちもちで美味しい。で、ハルカスのね、おまんじゅう、なんかハルカスの絵描いてあると、もう一個なんかカタカナ書いてある、あ、英語でハルカスって書いてあるね。で子供ちゃん2人とも英語の方食べたから、これが残って、これが2個残ってるんですね。では食べたいと思います。白あん、うん、ちっこいね、これぐらいやから、うん、そんなに重くないし、軽くだからちょっと小腹空いた時とか口寂しい時にいいかな。うん、ハルカスのお土産、チョコ餅と、何だったっけな、何とかまんじゅうって書いて忘れた。箱をお父ちゃんのとこにあげてたから、うん、もしハルカスに登った時にお土産とかに、うん、ぜひよかったら買ってみてください。はい、こんな感じです。では、うん、美味しかった。チョコ餅でもう一個あるやっちゃうの。もう一個ないの？チョコ餅。一人に行こうな。おまんじゅうは、好きにしたらよ。では食べたいと思います。じゃんけんしてる。じゃんけんしてる。光が分かったみたいな。ギャンブラーやね。普通やったらね、安全牌で半分こするのがね、やれないけど、じゃんけんして1個食べたいみたい。言いながらもね、じゃんけんで買ったのに、光が半分こして、量に半分あげてんだ、ね、よ。これね、優しいとこあるけどね、優しいとこあるくせにすぐ喧嘩しようねん、こいつらもう。まあそれが兄弟やねんけどね、はい、いつまでもね、こんな仲いい兄弟のままいてほしいなって思います。はい、ということでね、引き続きあっちゃんちょっとまた動画の編集します。今日はちょっとね、お昼からね動画編集ずっとしててね、未だにまだ終われてない。やっぱ時間かかるわ、新しいソフト、うん、いろんなことできるけどね。だから、うん、こんな感じでね、やってんねんけど。で、色もね、色補正かけてんね。暗いからね。だから色補正かけんねんけど、色補正かけてちょっとやっぱ赤みが出たりはすんねんけど、うん、やっぱみんなに見てもらいやすくするのにね、やってます。だからちょっと、最近ちょっと動画の編集時間がかかってます。ということで、この後、引き続き動画編集していきたいと思います。って言うてももう5時やからね、ご飯の準備もしないとわかんないけど。では、またね、バイバイ。